リスでございます。モーリスが今年10歳今日5シーズン目でございます。モーリス3区昨年2歳6月から、たくさんデビューしまして、当初は2着3着が続きました。ただ、モーリス自身の成長曲線成長過程を考えますと、あの時点ではまだまだこれからだろうと、これから先もっと良くなってくるだろうと思っておりましたが、その通り、3区は2戦目3戦目で、勝ち上がりました。夏の北海道開催ハイザーノバクローバー賞優勝、カランドゥーラコスモス賞2着と、夏の時点でもすでにオープン競争を活躍しておりました。秋競馬になってからはインフィナイト、サウジアラビアロイヤルカップ2着、ノースブリッジ、中山ハボタン賞優勝、そして年が明けました新山記念ディクシーナイトルークスネストでワンツーフィニッシュと、実際に時間の経過とともにどんどん成績が上がってまいりました。現時点で3歳世代ランキングはディープインパクトに次ぐ2位と、初年度から非常に素晴らしい成績を上げております。今年デビューする2歳世代160頭もデビュー待機をしております。昨年の仕上がり状況を見て考慮して今年の2歳世代を仕上げてくると思いますので、モーリス3区より勝ち上がりが早くなってくると思いますし、その結果2勝目を挙げる馬、受賞を勝つ馬2歳戦から現れてくると思います。今年の種付け料800万円で設定を出しました。まだ若干、満喫まで余裕がございますが、近いうちに、満喫になって受付を終了すると思います。モーリス3区、今のうちにお申し込みをいただければと思います。ありがとうございました。モーリスでございました。